4級の基本です。連続技に加え立ち方の変化も出てきます。慌てず正しい立ち方を心がけてください。左足前下段払い構えて、はい、中段順突き5本始め。後ろ足の押さえだけでなく前足の付け根も内側に締め込みます。下がって上段上げ受け逆突き5本始め。引き手を強く引き力強く受けてから腰の回転とともに突きます。はい、中段外受け逆突き5本始め。大きく素早く受けますが前膝が内側に倒れないよう注意してください。下がって中段内受け逆突き5本始め。受けの用意の手につられ腰が横を向かないよう逆の手は水月前に伸ばします。はい、後屈主頭受け前屈立ち抜き手5本始め。きちんと後屈立ちで主頭を決めてから抜き手に変わります。焦らず丁寧に行いましょう。回って、はい、前蹴り、はい、5本始め。引き足は一気に素早く太ももの裏に当たるくらい意識して強く引きます。はい、回って、はい、際立ち構えて、はい、横蹴上げ3回始め。引き足は素早く抱え足と同じ位置に戻します。回って、はい、始め。引き足がおろそかになりがちです。蹴り足に負けない強い指示足が必要です。はい、回って、はい、横蹴込み3回始め。蹴上げと同じく引き足は素早く抱え足と同じ位置に戻します。はい、回って、はい、始め。蹴上げとの違いは膝から下だけではなく足全体を引きつけることです。はい、回って、はい、直れ。左足前上げ段払い構えて、はい、中段順突き5回始め。下がって上段上げ受け逆突き5回始め。はい、中段外受け逆突き5回始め。はい、下がって中段内受け逆突き5回始め。はい、後屈主頭受け前屈立ち抜き手5回始め。回って、はい、前蹴り、はい、5回始め。はい、回って、はい、際立ち構えて、はい、横蹴上げ3回始め。回って、はい、始め。はい、回って、はい、横蹴込み3回始め。はい、回って、はい、始め。
左足前下段払い構えて、はい、中段順突き3回始め、はい、下がって上段上げ受け逆突き3回始め、はい、中段外受け逆突き3回始め、はい、下がって中段内受け逆突き3回始め、はい、後屈手刀受け前屈立ち抜き手3回始め、はい、回って、はい、前蹴り3回、はい、回って、はい、気持ち構えて、はい、横蹴上げ2回始め、はい、回って、はい、始め、はい、回って、はい、横蹴込み2回始め、はい、回って、はい、始め、回って、はい、直れ、平安五段には飛び込みが出てきます。空中でもバランスを崩すことなく正しい姿勢で着地できるように心がけましょう。後ろ足の付け根の伸縮を使い逆突き、顔手足同時に水流れの構え、中二挙動まで連続して行います。駆け受けは最後に手を返し三日月蹴り延避、高く飛び姿勢正しく交差立ちで着地、前屈後屈と立ち方が変化します。正確に行いましょう。4級の組手です。攻撃側は目標にしっかりと武器が届くよう、受け側は正しく早く、なおかつ力強く受け返しができるようにしてください。